この辺り近いわね。雰囲気がそんな感じになってきた。デウス X のパラメータは良好。私もまだ行ける。みんなはまだ来てない？あんただけ？そうね。あんたに無理言ってついてこさせたんだから当然ね。時間的にみんな一度引き上げてるはず。仕方ないわ。じゃあ二人で行くわよ。多分あいつはシャッターを閉めようとしてる。派遣は魔法使いを想定して施設を作ってる。兵器も対魔法使い、魔物用よ。正面から戦ったら苦戦は必至。先手を渡すのはまずいわ。急いだのはこれが理由。時間がない。シャッターが閉じられる前に入り込まなきゃ。動き出した。急いで走りなさい。間に合ったみたい。ねえ、大丈夫？転校生、どうしたの？ね、目が覚めた？罠にはめられたのよ。全部考えが読まれてた。デバイスが壊されてたから、みんなに位置を知らせることもできない。いい。今からあんたに忠告するわ。あんただって知られたら、もう二度と日の目は見られない。だから黙ってなさい。何をされてもよ。あんたお人よしだから言っておくわ。私が何をされても黙ってなさい。どうせ私はもう死ぬ。きっとあいつらは私の頭やデウス X から情報を得ようとする。そんなのに利用されるくらいなら死んだ方がマシだからね。今も頭の中でいろんなアイディアが生まれてるの。科学者にとって一番苦しいことなんだと思う？この人類を救うかもしれないひらめきを残せないことよ。それじゃさよなら。賭けが相手だから絶対先走ると思ってたって言われた。悔しいけど全部わかってたからね。教えたことなかったじゃない。どうして全部私のこと。死ぬことなんて怖くない、そう思ってたけど。覚悟できてるんだから。